りさしてて目がちょっとお疲れのみたいです。おはよう、みんな元気ですか？おはようございます。寒っ、てか足が伸ばせない。おはようございます。おはよう。今日は6時半から7時までショールーム配信をしたいと思います。皆さんおはようございます。星投げとかいろいろありがとうございます。おはようございます。おはようさんさんやって。おはようさんさん、 おはようさんさん。通勤途中な。おお、私はですね、今日ちょっと眠たそうなのに見えるようなので、まあ、特別にお話するんですけれども、眠たそう、眠たいんですけどね、昨日起きたんですよ。昨日家に帰ってきてちょっといろいろバタバタしてですね、スケジュールを組んだりとか、あとちょっと昨日青春ガールズ終わってから、ショールーム配信をして早めに戻ったんですけど、ちょっとね、いろいろあったんですよね。バタバタしたりして、なんかそうなんですよね。なぜかブログとモバメが書いたはずなのに遅れてなくて、めっちゃ悲しかったっていう。ブログとモバメがなんか書いたはずなのに遅れてない事件とかもあり、もうバタ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 しすぎて結局寝たのが3時過ぎっていう感じで、もう全然寝てないから眠たそうに見えるのは正解ですけど、全然しんどくないから心配はしないでください。ぽい。おうおうおう、ギフト投げてくださってる方がいますね。ちょっと書いてきます。昨日ファンの方からいただいた、韓国に旅行に行ったファンの方からいただいた、私が好きなアピーチのペン、可愛くないですか？これめっちゃお気に入りです。ももちゃんのね、服も買ってくれてたんですよね。お披露目します。また後でお披露目します。リン、皆さんギフト書いてくださってる方も、皆さんなんかよくね、聞いてくださる方がいたんですよ。発表しないのとかね、ギフト投げてくださったこと発表しないのってすごい聞いてくださる方が多いんですけど、私その都度メモってます。ギフト書いて送ってくださってる方だけ、なんか星とかは、まあ、平等に見たいから今回はイベント中読めないんですけど、名前は。ギフトのね、送ってくださったことでもノートには全部書いてるので、握手会に来てくださった時に直接お礼を言おうかなと思います。投げてくださった方に直接なので。そうだね、皆さん無言になってた。在宅だから握手会は行かないかな。いやー、そうなるともう申し訳ないですけど、でも
ありがとうございますという気持ちは配信では表してるので、そうだね、もうこれしかないので、平等に皆さんのこと見たいので名前は綴ってありますので、書きやすいこのアピーチペン、名前言われたくてギフトを投げてるわけじゃないからな、まあ投げてくださってる方はそう言ってくださる方が多いんですけど、やっぱりね、読んだ方がいいんじゃないっていう方がいるのが多くて、で私なりのことを言ってるんですけど、ちょっとまだ分かってもらえない方がいたりするので、なんか私なりはもうずっと書いてるんですよねこれ。なのでなんか何もなしに呼ばないって決めてるわけじゃないからっていうので、もうその方に会ったら伝えようと思って、もうそれ だけはしてたんですけど、なんかもうちょっとここまで言わないと分かってくださる方が少なくなってきたなと思ったので、そうだね、もうこれよく終わった後に全部買い取ってるな、一気に見れるから。そうですね、会社の駐車場から星投げてます、星集めてきますね、ありがとうございます、おはようございます。星集めします、ありがとうございます。真面目だな。そうね、コメントが読んだらっていうので一回埋まったことがあったので、うん、なんかそれはちょっともうなんかまあね、それも毎回私の配信、その私も案外見に来てくださってる方の名前覚えてきてるんですよ。そうだね、で私があれこれの説明、この説明、この前この人がいるところでもやったよなと思って、 2,3 回やってんねんなと思って、でも分かってくださらずに言って、ちょっと暴れ回っちゃってるんじゃないっていう方がいたので、うん、まあそのかまあね、まあご了承してくださってる方の方が多いと思うんですけど、うん、メモってるよって今ね光飛びしてるけど赤ペンでメモってるよって、ネガちゃんの心遣いは十分伝わってる、いつもありがとう、配信終わってからそういうことしていてくれたなんてもうパンパンよママの方でもメモってくれてます。私がちょっとね、あの終わってからちょっとしんどくなったりというか、やることいっぱいあったり、充電切れでちょっとたまに寝落ちしちゃうんですよね。うん、パンって寝ちゃう時とかだったらママが全部メモってくれてます。拾ってくれね、ありがとうございます、感謝します。さて皆さんにちょっとお聞きしたいんですけどね、いいですか、あの今日のね予定がね、17時01分から30分ぐらい、18時02分から30分ぐらい、19時03分から30分ぐらい、21時から22時までっていうやつにしてるんですよ。でもこれを21時から22時までを最終にしてるんですけど、19時03分から30分ぐらいから次20時33分から30分ぐらい、20時34分4分から22時までにした方がいいのかっていう、どうしようかな、どっちの方がみんな見やすいかなっていうね。ネガイちゃん体調次第、まあ小刻みにはできるっちゃできるかな、うん、できるね。私の体調は全然元気なんで大丈夫なんですけど、もう時間がないので29日、うん、最終日まで時間がないので、もうそれをちょっと巻き返さないとなっていう感じも
あるみたいな感じなので、皆さんが来やすい時間、人が集まる時間、うん、なんて言ったらいいんだろうな、小刻みにやった方がいいのか、19時03分から30分ぐらいまで、19時33分までやって、ちょっと時間バンって開けて21時からやるのか。小刻みのがポイントは稼げると思う。うん、小刻みでいく、うん、ちょっと変えようか。じゃあそれでいいんじゃないの、小刻みで変えるのね。ママ20、ここを20時33分から30分から20時34分から22時までにした方がいいんじゃないかなっていう話で、うん、こっちの方がポイント稼げるから。あ、なるほどね。ちょっとこっち多分、うーん、ミートサイナさん77万ほどでした。一発で変わる感じになってきたね、うん、難しいけどね。それでも星全部投げ切ったんで仕事行ってきます。いってらっしゃい。昨日の公演どうだったかな。うーん、なんかもう悲しかった、ちょっといろんな意味で、あ、終わっちゃうんだなみたいな。パパさんゲストともぐもぐ配信しましょう。あ、昨日ごめんなさい、私何回かもぐもぐしないって言ったんですけど、もぐもぐしてたんですよ。時間がなかったり、ちょっとミキがアイス買ってきてくれたで、もぐもぐして配信して、あの、もぐも配信しちゃったんですけど、基本はしないって決めてるので申し訳ない。私が一人の時とかはもう合間に続いて食べたりも食べなかったりでもやってるので、基本はしないです。3週が仲間なんか難しいねんって、やっぱり小刻みにやると。じゃあもうこれでいく、今日は。じゃあ今日はもう小刻みで やるのもいいと思うんですけど、また予定が狂っちゃうので、皆さんの中のもともと昨日出したままだったので、うん、だから17時01分からと18時02分からと19時03分からと21時から22時までのやつでいきます。だからもうこれのまんまで、もうプロフィールのツイッターに固定してるまんまでいきたいと思います。お願いします。了解です、ありがとう。さて、カウントしに来ました。8期3人でランウェイに立ってね。そうですね、私も頑張らないとな。いいです私3位以内に入らんとそれは叶わないよね、きっと。多分そうですね、今日中にでもね、3位、今日の22時の時に3位に上り詰めれてたらいいねっていう考えでございますけれども、私がねそうやって言っても、いやね、ファンの皆さんが頑張ってくださるのには変わりがないから、プレッシャーをかけてるような気がするなと思って。おー、増えてる。書きます、名前。ふーん、50カウント完了、ありがとうございます。星集めてくる。ありったけのレインボースター投げました。ファイト、ありがとう。ただいま、おかえりなさい。50カウント星投げ完了、星集めしてくるね、ありがとうございます。星投げ開始、ありがとう。
皆さんありがとうございます、感謝します。ちょっとメモってるね。朝からありがとうございます、おはようございます。星回収から、星回収から戻りました。おかえりなさい、おはよう。やー、できるだけやってありがとうございます。出勤中の電車から星投げています、ありがとうございます。もうこれ一回の中でたくさんの人がこう投げてくださってるじゃないですか、本当にありがたいと思う。うん、ありがとうございます。突破ありがとう。マグカップの打ち上げ花火みたいに何枚に上がる夢打ち上げますよ、ありがとうございます。ちょっと髪の毛が今日はパサついてる。通りすがりですがありったけ投げます、ありがとうございます。2周&50願い完了、3周目集めて行ってきます、ありがとうございます。うんね、昨日ね、あれよね、ありがとうございます。昨日普通にこうショールーム配信とかで、ショールーム配信を絵描いてる時に思うんですけども、本当に差を縮めるのが大変ですよね。本当にもう初日からちょっとは私も3位とか2位とか1位とか1位1回ならしていただいて行き来できてたんですけど、今4位から3位に行くのが本当にしんどくなってきましたよね。いや、うん、なんかファンの皆さんが一番なんかね大変じゃないですかね、あの大変だから一番多分ファンの皆さんが焦ってると思うんですけども、私もちょっと焦ってきたっていう。うん、まあ信じよう。ちょっと私もファンの皆さんも私もね、多分焦ってきてる。だいぶ私も焦ってきてます最近。ちょっとね。またね、はーい。ありがとうございます、書いてます、皆さんのギフトのを投げてくださった方の名前を毎回だから、今は本当に言ってもね、信じてくださらない方が多いんだよなね。悲しみ。頑張った挙句残念賞は避けたい。そうですね。そうなんですよね。それはもうみんなさんもしんどいし、私もちょっと申し訳なさすぎてもう無理だってなっちゃいますよね。もうちょっと申し訳なさすぎて、もうイベントごとは向いてないんじゃないかなって多分最終的に思ってしまいそうな自分がいるからね。それだけは絶対に嫌だし、やりたいこともいっぱいあるから。お、皆さんありがとうございます。今メモっていってますね。ありがとうございます。メモってます。
プレッシャーはねギリギリでも滑り込んでいただきたい。そうですね。あ、なんかね、昨日ヨコニャンに会ったんですよ。昨日ヨコニャンに会ったらヨコニャンがすごいありがたいことにコスプレの衣装を3着ぐらい持ってきてくれてて、あの事務所でばったり会ったんですよ。そしたらコスプレを3着以上使ってって言って貸してくれたので、そうですね、明日、今日ちょっとバタバタっていうかちょっと切れないんですけど、今日は明日にでもそのヨコニャンがね貸してくれた、まあコスプレ衣装を、まあ、私も恥ずかしいですけど、まあ着ようかなって思います。そう、急に持ってきてくれてたっていうびっくりの話、使ってーって言って、ありがたいですよね、本当に感謝、ありがとうヨコニャン。そう、コスプレをね知らないつもりだったんですよ。何かの企画でするのもなーと思ってたんですけど、持ってきてくれたからにはねやろうかなと思って、それで見に来てくださる方が増えてファンの方のね負担が減るならいいんですけど、朝は自分の支度しながら星集めてからあまりコメントできなくてごめんってことで3週間料ありがとうございます。これで今なんかちょっと差が縮まるっていうかね、見に来てくださる方が増えて星とかも集まってね、皆さんの負担が減ったらなと思うので、ちょっと私もあんまコスプレを好んでないというかあまり得意じゃないのでこういうのでも、まあ、もよくにゃんが持ってきてくれましたし、53、うん、そうね、皆さんありがとうございます。得意にしようスタイルやし、まあ気持ち的にはあんまりね、もともとはあんまりコスプレとか苦手なので、でも持ってきてくれたしすごいそこはありがたいから、そこは全然キルキルって感じなんですけどね。今公園から帰ってきました。おー、お疲れ様めっちゃ皆さん喜んでくださるんですねありがとうございます皆さん。これこの分は後で書こうかな、後のギフト書きながら話しちゃってるから。まあこのコスプレをして皆さんの負担が減ってたら幸いだなって思いますね。人が集まったらいいなと思うんですけど、そう簡単にはいかないのかな。応援させてくれてありがとう。まだ頑張るよ。ありがとう。こちらこそ応援してくださりありがとうございます。皆さん朝から本当にありがとうございます。寝過ごした。次の配信教えて。次の配信は17時からです。もう夕方から17時、うん、これからです。昨日1分刻みにするのがちょっとバタバタしてできてなかったみたいなので、あまりできてないけど星大頑張ってます。ありがとうございます。
プレしてくれたらレインボースター投げます。おお、そういう方もいたのね。そりゃね、何かね、そうそうそうね、ちょっと戸惑いがあるけど。ありがとうございます。今日はコスプレ配信しないですよ、ごめんなさい。明日です。今日はバタバタしてるので今日はしないです。明日にします。はい、申し訳ないです。ちょっと今日はできないかな。明日にやりますね。おはようございます。おはようございます。星投げだけでごめんなさい。いいえ、星投げて大丈夫ね。うん、ありったけなストレーム、ありったけな、うん、星とレインボースター投げました。頑張ってね、ありがとうございます。スマホ2台で3週&カウント終了、ありがとうございます。明日楽しみにしてます。ぜひ今日も来てね。今日も一日よろしくお願いします。お願いします。またね、またね。星投げめちゃだい。そうね、そう、10位から呼んでいこうかな。順位10位が花のんたさん、9位がりんりん丸さん、8位がほまれさん、7位がしげさん、6位がのぽじさん、5位がせいちゃんさん、4位が丸男くんさん、3位がスノーゴンさん、2位がルフィさん、1位がてつやさんです。おめでとうございます。にあってスポットカラオケ配信するの、あーこれ聞いていただける、まあ、聞いてくださる方がいると思うんですけども、私の都合がちょっと悪くなってしまってちょっと行けなくなっちゃったので、私はお家で配信します。申し訳ないです。そうね、ちょっと私の都合上ちょっとダメだなってなっちゃったので、今日はお家で配信します。ごめんなさい。できる限り星投げます。ありがとうございます。ごめんなさい、朝めっちゃ眠たそうな顔してる。もう目覚めてきたんですけどね。うん、星たくさん投げました、ありがとう。3週が4位のスケジュールってどんな感じなんだろう、偉い人教えて。おお、これどうなんだろうね、私どうなんだろう、分かる方いるかな。おはようございます。今日の次回配信は17時からこの時間です。59分、7時に終わります。体調に気をつけてください。いちいち頑張ってください。皆さんもありがとうございます。皆さんもいちいち一緒に頑張ってくださったら嬉しいです。いらっしゃい、ありがとうございます。ぴったし7時に終わりますね。朝からありがとうね、ありがとうございます。ちゃんとギフトの方メモりましたので、欲しいギフトカウントコメントありがとうございました。とても嬉しかったです。嬉しいです。おやすみなさい。おやすみなさいじゃない。いってらっしゃい。いってらっしゃい。バイバイ。私ももう寝れないや。